にちは。ブルカナリアセカンド小倉です。今日は何ですか、ね、今日はあれですか。ジン。そうだ。フィーバーツリートニックウォーター、こちらね、はい、フィーバーツリージントニックですね。ジントニック、はい。ちょっとあれなんですよね。今日ちょっと疲れたんで、ああちょっとあの多分こう僕は明日休みなんですけど、はい、こう連勤して明日休みみたいな感じなんですよ。ちょっと疲れちゃったからジントニック作って飲もうかなと思って。ジントニックってこれやっぱうまいんですよね。でこう好きなジントニック作ろうかなと思って。小倉さんの、そうそうそう、ビーフィーターがベースで、でこうあの椅子張りのグラスで、はい、作る。でソーダちょっとだけ入れるんですよね。であとこのフィーバーツリーってちょっと普通のトニックウォーターよりもすっきりめの感じのトリコーター、はいはい、で作って、まあ、飲みますはいそういう日もあります。ただある程度人はいたんだよ。確かに、そうだね、よかったかなと思います。あまりに人がいないとちょっとあれですけど、途切れはしなかったもんね、はい、ずっと最後までいました。いい営業でしたね。ちょっとこの片付けする時間あってありましたね。すごくちょうどいい感じ、ちょうどいい感じでした。それでもあれくらい好きですけどね。てんやわんやしたまあなんかあんまり、まあ、勤労ぐらいはそれでいいんじゃない。まあ平日ですから。好きなね、スファリービーフィーターで作るジントニックです。はい、フィーバーツリージントニックでございます。いただきます。染み渡る、やっぱり。フィーバーツリートニックウォーターは、どういう感じなのか。あ、変わりました。これはもうあれですね、キニーネ、キナの樹皮から取れる天然の苦味とシトラスの酸味、きめ細かな泡が作り出すプレミアムな爽快感の究極のジントニック。ああ、なるほど。でキナっていうこうなんかあるんですけど、それが入ってるトニックを取る。プレミアムインディアンって書いてありますね。おいしい。久しぶりに飲んだな、ジントニック。なんかバー行かないじゃん。行かないですね。行かないというか行けないじゃん。はい。ジントニックっておいしいんだね。まあシンプルでかつおいしいですよね。キレがいいです。キレがいい。行くんですか。美味しい。ちょっとなんか、ここに苦味みたいな、そうビターな感じがします。いや、よく寝れそうです。何連勤でした。え教えてくださいよ、村さん。え4連勤僕今日5連勤ですからね。お疲れっす。たまたまですけどね、うん、たまたまね、今週は、はい、まあ、お互い5だったり6だったりするのもあるわけだからね。6はないです、多分ないね。6はほとんどないんですよ。もうスーパーホワイト企業なりました、ね、週1休みが当たり前だったのに今もう週2休みだからね。下手したら週4ぐらい休みになるときあるもんね。
まあ、そうっすね。いや、僕一回週5休み入りました。あれっつって半端ないね。ワト君いないじゃん。いない時ありました。いないじゃん。ほぼいない時ありました。まあ、あれはね、うん、まあ、程よくというかね。どうですか、本店営業。本店で営業してみて2週間ぐらいですか。そうだね。はい、僕はもう1ヶ月ぐらいになるんじゃないですかね。2週間ぐらい営業してみて帰ろう。取られました。明日持ってかないと。取られました。本店から持ってきちゃった。明日返します。本店で2週間営業してみていいことがありましたか。はい、いいこと。まあまあ他のお店で働くのが勉強になるんじゃない。やっぱりやっぱお客さんも違いますね。まあ、そうですね。やり方も違うしさ、こうなんか勉強になることもあるじゃないかな。はい、以上ですかね。基本的には、まあ、やることは変わらないからね。そうですよ。カクテルを作って美味しいカクテルを作るとじゃないかな。ごちそうさまでした。もう5分ぐらい行きますね。帰ろう。帰りましょう。え、あ、帰ろう。もう帰れるもん、これ見て、靴。スニーカーじゃねえですか。